晩は総帥でございます。今日はですね、千葉県鴨川、あれです、君鴨トンネルのすぐ近くにある三島トンネルという場所にこれから向かいたいと思うんですけど、なんかね、車が行けないみたいなんで、これ行かないといけないのかな。ああ、なんだろうこれ。では向かいたいと思います。ズーム待ちです。顔認識してる。まさか。すげえな。はい、どうだろう。これ歩いてくの結構しんどいな。俺ハイドーマニアじゃないからな。あそこに行くのかな。よし、まだか、まだ疲れんのか。なんか出てきそうだな。あ、でもここ綺麗ですね。あ、君の瞳に乾杯スポットじゃん。君の瞳に乾杯。これズームしたらどうなんだろう。何も街中見えねえか。望遠レンズじゃねえかな、これ。君の瞳に乾杯。ちょっと地図確認すっか。ああ、これじゃ行けねえや。車で崩れてんじゃん。もう行けなくもなくはねえけどな。まあ危ねえか。崩落してるわ。ちょっと受け止めよう。俺の配信はなんかハーハーハー配信とかよく言われちゃうから。で、歩くスペースがペースが速いのかもしれないね。先急いじゃうっていう。今20分もある、はあ、歩いてる。キョン。なんだお前は。ここだよな。この辺りだよな。車行けたんじゃねえのこれ。俺は地元民じゃねえから。あ、これだ、これだな。着きました。やっぱ空いてる。誰かが取りやがって。三島随道。すごい。
三島水道と、ちょっと一旦休憩します。はい、すみません、ちょっと呼吸を整えて、三島水道に入り口のところにやってまいりました。今なんか一応ですね、全国震源マップにあると、鴨川市、横尾と清水市、豊栄っていうのかな、府営っていうのかな、わかんねえや。まあ、豊かの英語の A の境にある、旧道の国道415にあるハイトンネルです。キミカモトンネル、この下のキミカモトンネルですね。キミカモトンネル同様に女性の霊やトンネル工事中に落盤事故で亡くなった作業員の霊が出る。入り口には慰霊碑がある。入り口に僕に慰霊碑があるんだろう。まあ、今現在は厚い鉄板で塞がれていて中に入れなくなっているとか言ってるんですけど、誰かが取っちゃったみたいで、まあ、これいたずらっすね。ボルトで取っちゃったみたいですね。これここに塞がってたの、まあ、というわけで中に入れそうなんで、機密側にまでちょっと歩いてみたいと思います。ですね、まずは行きはちょっと探索で、帰りは、ヘが出ちゃった、トリフィールドメンターしながら帰ってこようかなと。早速ちょっと別に落雷なんか起きてないし、ね、全然使えるトンネルがもったいないです。短いじゃんこのトンネル、全然きれいなトンネルですよこれ。ちょっとあんまり明るめだと思う、このくらいも明るいんで、全然短いっすね。むしろ全然今まだ使えないのもったいないな。通常だったら向こう側から行くんだけど、俺は鴨川側から、向こう側っていうのは君津側からですね。てかあれだね、あーでも電波ダメだ、生放送できねえや。感謝っていう話もあるんで、当然ながらこんなところに乗りつけるなんて、もこの足ほどなんでもない。すごいですね。三島水道はでも本当、本来君かもトンネルの昔配信した時にここ生放送やろうと思ったんだけど、やっぱ電波がなくて、やっぱ案の定2本1本ですね。ダメだよ、ここでテザリングしようとしたって無理です。ここに木にスマホ置いたところでも、はい、やっぱり動画撮影もみたいな。ちょっと怖っ。あ、すごいな、廃道だね、こっちこそ廃道だね。なかなかこっちからなのかわからないよ普通は。よし、
その通りです。飛んでるんですよ。飛んでると思います。遺伝子、あ、これだ。これかな、遺伝子。これですね。これかな。遺伝子もなんか違うっぽいな、なんか。遺伝子ってどこにあるんだろう。でもこれ遺伝子っぽいね。普通トンネルのこういうとこ川西区してる遺伝子に。あ、殉難、殉職者遺伝子って書いてあるわ。いや、薄くね、これ。ちょっと乱反射しちゃう。殉職者慰霊の日って書いてある。だってやっぱトンネル作業員なくなってんだよこれ。ああ、うわ、ここやばそうだな。じゃあトリッキングで見たら早速、ああ、鼻がムズムズする。行ってみたいんだけど、こっちも気になるんで、こっちも行ったけど開けねえじゃんこっちから。ああ、やっぱり本当こっちこそ廃道だね。こっちからあんまり来る人はこっちから来た方がダーンって。でもあれが国土地図に載ってないんですよ、こっち側。もはや。ほら。だからもう仕方が多分こっちの方が大変だった。まあ一緒。あっちから来ちゃったから。いや、ここ生放送できたら最高なのにな。いや、ここやばいっす。変な声聞こえるし。じゃ早速トンフィールドメーターで調査しながら。乱反射しちゃうんだよな。この位置だな。ゆでさん、いらっしゃいますか。あれ、バックライトつけてると見づらいね。何の写真？ゆでさんいらっしゃいますか。トンネルの中かな。トンネルの中の女性の霊ってのは怖いっすね。ザツと足音聞こえる。トンネルの中見よう。トンネルの中のが足音じゃねえ。高くなってる。
なくて。ちょっと一回トンネルの中に戻るよ。問題はただトンネルだもんね。いるかな。ゆれさん。埋めちゃったんだろう。そのまま死んで。こういう工事の時って昔の昭和何年だって言われたのか分からんけど、昭和30年代頃はそういうことあったみたいよ。ハンバーグ王とかでもう死んじゃったやつも壁にそのまま埋めちゃうとかって話よ。北海道とか多かったんじゃない。北海道というか、まあ、北海道に限らずちょっともう山あいのところって電池バカ。お姉さん、作業員さん、あ、ちょっと動き出してると。で、まだ 0.2 ぐらいじゃん。弱えな。もう 0.1 しか出てないもんね。で、電解はゼロ。微妙だね。微妙なとこだね。上がってきた。上がってねえか。ゆれさん、何これ、こけたのかなんだけど。
夫だね。わからない。あ、ちょっと若干上がってるのかな。弱いな、でもな。こっちは高周波の方なんで、これで上がるんだったらちょっとおかしいですよ。ここ電波携帯の電波が入ってないところで何かしらの電磁場が出てるってことになるから、高周波だよね。こっちは RF チャンネル、これもまあ活用してもいいのかな、トンネルの中だったら。あ、ほらシュッシュッって高周波が少し発生しているポイントがある、うん、少しやっぱりいるんじゃないかな。高周波が発生するのおかしいよ、これ。発生してるよ。お、顔認識がそこに出てる。いるですね、いるかな。一番展示会が上がるのは本当にこのマシンですけどね、この周波数帯と。こっちの 1カメラを切ってキネクトカメラ撮影に移行します。はい、ちょっとキネクト、まずはゴーストチューブの SLS カメラで、いるかどうか確かめてみます。まあ、これでダメだったらゴーストハンピングピアで上げてきます。これめっちゃ光源がいい、あんまり明るいですね。じゃあ線がガチャガチャガチャって、いないかな、どうだろうな。ゆるさん、一番怖い、何が怖いって、俺が夜中にこんなとこに一人でいる方が怖いよな。来訪者来たら多分口から心臓と出ちまうぜ多分。何あの人って、これ誤認識、怖いんだけどって、やばいって。まさにそうだよな、俺が一番ここにいることが一番、まあ多分誰も怖いと思うんだけどな、これ俺の誤認識。ゆれさん、お、認識か。
メっすね。やっぱゴーストハンティングギアじゃないと拾えないかもしんない次は、まあ、あっちまで行ったらゴーストハンティングギアも切り替えますんで。ダメっすね、映んないや。キネクトカメラが反応しない。トンネルなんか分かりやすいからね。じゃあちょっとゴーストハンティングギア切り替えます。さあいるかな、ゆれさん。いらっしゃいましたら、ここに現れてください。お、いるんじゃない、ゆれさん。そこ？お前近い、近すぎるぞそれ。そんなドアップでは反則です。もっと離れてください。あそこだな。俺の最近の霊感が発動してきたぞ。ただキネクトには反応しないけど、ちょうどあの辺、桃屋みたいなのがちょっと若干、何の霊かはちょっと分かんないんですけど、ちょっと近づいてみるか。危険なんだよな、でもな。なんだお前、やっぱほら早いね、近づいてくんのが。じゃあちょっとあなたと会話してみようかな。反応点と、まあ、じゃああなたと会話しようか。はい。そんな近い近い近い、近すぎ。あなたと会話するのはちょっと難しいな。ひさこが怒るからな。ゆれさん、ゆれさん。
こんにちは、勇者総帥です。神奈川から来ました。非常に遠かったです。ここ大変でした。俺友達いねえからさ、今あんまり、だから一人で来ることが多くてさ、もしよろしければ僕と友達になりませんか？なんだその横から顔出すのは、ちょっとダメだよ。これ補修した後はね、最近さ、なんかあなたたち異界の人たちのさ姿がたまに見えちゃう時あるんですよね。制御はできないんですけど、完全に見えるようになったら嬉しいっす。今日も来る時になんか横浜市のね、日野の交差点があるんだけど、日野ってとこがあるんだけど、横浜の、そこでさ、横断歩道じゃないとこう渡ってきたね人がいて、100メーター先かな、黒い影みたいなのが渡って、危ねえなあいつ、信号のねとこ渡ってつって、でそこの場所と、まあ、100メートルなんかね、車だったらすぐたどり着くんで、その場所行って左側振ってみたらさ、まあ右から左に渡ってきたんで、左の方見たらいなくて、って黒い影は何だったんだっつって、まあお化けでしょうね。まあそんな感じでしたよね今日。聞いてる？君たち。降りますか？あ、いた。いたんだけども、名前が受けるね、三島随道って。なんで三島って名前なの、ここ。三島っつったら静岡県のあっちを思い出しちゃうっす。そうでしょ。これ誤認識しちゃうね、やっぱり。これは誤認識っす。あれなのかな、幽霊さんかな、これ。これ誤認識かな。なんか動物霊っぽい感じですね。これもちゃんとした実態を持った。なんだ、聞いてみるか。何やってんだあんた、そんなとこで。お前トンネルの中の幽霊じゃないだろ。お前行ってほしい。あ、分かった。何、どういうこと。もういるなってこと。ひどいね、せっかく来たのに。
ひどいじゃないですか。こんにちは、勇者総帥です。コラボレーションお願いします。メントスコーラお願いします。あなたのことを愛してます。混乱してんのか。そっか、ごめんね。俺人間だけど、まあ半分妖怪。あ、はいや、妖怪じゃない、悪魔。人間と悪魔のハーフです。いや、つまりだから、この世のもんでもあるんだけど、あの世のもんでもあるかもしれない。なぜならば、死後の世界を一回経験してるんで、生まれ変わる瞬間もね、経験してるんですよ。怖かったですね、生まれる時の、生まれてくる時に、母親の胎盤の中にいてさ、なんかね、よく奇跡だ、出産は奇跡だってよく言われるんですけど、本当ですよ。あれはマクロファージが襲ってくる夢がね、未だにね、鮮明に残っちゃっててね、怖いんですよね。私は去ることができません。あ、自爆霊だからでしょ。あ、そういうことだよね。あなたは成仏できないんだよね。でもいつかできるよ。大丈夫。絶対にこの世に不可能っていう文字はないから。可能の限り希望を持てばね、大丈夫ですよ。私の辞書に不可能という文字はないって、ナポレオン・ボナパルトの名言ですから。ね、大丈夫っす。そこにいたのか。やっぱり誤認識じゃなかったか。そうだ、かわいそうと思わないですけどね。誰しもが一回生まれてきた以上は死に向かって歩み続けるので、これは致し方ないことなんですけど、不慮の事故で亡くなられたあなた方は本当に心にめいりますよ。本当に話してくれて。ありがとう。こっちの方はちょっといるのかな。大丈夫ですか？大丈夫だよ。全然。大丈夫。ありがとうね。降りるのが大変だわ、ここ。車来れねえんだよ、今。せっかくあなたたち命がけで掘ったトンネルが今、廃道にされてしまったんですよ、これ。うずつ綺麗なんですよ、これ。まだまだ全然使えますよ、これ。ひどいもんですよね。なんで整備しないかな。使う必要はないから。でも、こういうとこもさ、やっぱり好きな人はいるわけですよ。で、登山道の入り口になるじゃない、ここ。だからもったいないよな。税金がないのか。君津市と鴨川市と君津市で税金の出し合いになっちゃうんだろ、これ。県境、市境だから。おー、いっぱい税金払えば。ありがとうございます。ありがとうございます。よく言われます。よく言われるんです、面白いって。そう、じゃあおいら次の心霊スポット行ってくるよ。今日あなたと話せてよかった。そこにいらっしゃる幽霊さんと、また近々来ますよ。もうすぐね、スマホで衛星スマホが使えるようになったら、ここで生放送でできるようになったら、またここで生放送して皆さんにあなたをご紹介したいと思いますんで、よろしくお願いします。ずっといてくださいよ、ここに。また来ますんで。あなた友達です、今日から。よろしく。じゃあ行きますか。
次のスポットにちょっと動画撮影したいんで、まあいることはいますね。トンネルの中っていうよりもトンネルの外ですね。でもトンネルの中も多分いると思うんで、まあ、トンネルの中にいる作業員さんたち、幽霊さんたち、僕も今日帰ります。次のスポット行きたいんで、もうまあそんなにはあなたたちは別に悪い例ではないと思いますので、悪いのは僕なんで、悪魔と言われる私なんです。ここはでも弱いな。まあ、そんな感じで、三島随道、まあ、来るまでが大変です、大変ね、大変なスポットですね、ここ。さよなら幽霊さんたち、アディオス、 See you next time、 シアス。では撮影を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございましたと。